はい、パシちゃん、お誕生日おめでとう。お誕生日の痛い、どうして噛むの？ね、いつもどうして噛むの？パシちゃん、痛い、どうして噛むの？ねえ、パシちゃん、お誕生日おめでとう。19歳。ね。パシちゃん、痛い。パシちゃん、ねえ、痛い、どうして噛むの？ん？ねえ、お誕生日おめでとう、バシリちゃん。うん。ぬぬ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 ぬ
痛い。どうして噛むの？ねえ。バシちゃん。はい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 。じゃあこれで、見せればいいんじゃない？ね。あー、とくれて、ありがとうございます。パセリちゃんです。19歳の誕生日です。あー、ハートもらったよ、パセリちゃん。やだ、やだ。ねえ、お誕生日でしょ？おめでとう。19歳ですよ。うん。ねえ、19歳。おばあちゃん。おばあちゃんだね。おばあちゃん、ありがとう。うわ、おめでとうってハートいっぱいくれてるよ。うん、よかったね。はじめまして。すいません、痛い痛い痛い。パセちゃん、ほら、痛い。どうして噛むの？痛い。どうして噛むの最近。おばあちゃんになってから噛むようになりました。あ、ほら、ありがとうございます。おばあちゃん、人間だと何歳？ねえ。92歳ぐらい？若いでしょ？ひひひ。青魚くれたよ。ゆい。よかったね、マジリ。よし、パシちゃん。パシちゃん。パシちゃん、お顔は？お顔見せてあげなさい。ね。痛い。どうして噛むの？死ぬでしょ？ねえ。頸動脈はやめて。死ぬから。パシちゃん、ほら。お誕生日、お誕生日。あ、今も芸能活動されてるんですか？あ、ありがとうございます。あ、最近また事務所に入りました。よろしくお願いします。ね。あ、ケーキくれたよ。よかったね。パシリ、痛いよ。パシリちゃん。ほら、ありがとうって。パシちゃん、お誕生日おめでとう。ほら。誕生日よ、誕生日。嫌だ。どうして最近舐めるのよく。あ、おおお、ほら、ちょっとカメラ前やめてください、パシちゃん、ほら、パシリちゃん。ほら、パシちゃん可愛いって。よかったね。痛い痛い痛い。ほら、こうやって悪い子です、でも。噛むの。よし。じゃあ、パシちゃん。パシちゃん、ちょっと今日さ、まださ、ブラッシングしてないからブラッシングさせて。ブラッシングしたご飯食べよ。ね？まだご飯までちょっと早いの。え？ファミネートしていい？ちょ、できてないでしょ？ねえ、行っていい？ちょっと待って。よいしょ。はい。はいはい。ここ行ってください。はいはい。おわ。あ、そんな顔されてんの。あ、そう、気持ちいいね。はいはいはい。パシーちゃん、19歳。どうですか？お世話になってるね。ねえ、パシー。19歳おめでとう。ゆきちゃんおめでとう。うん。うん。ちょちょやらして。パシちゃんのこの毛玉の量見てもらう。パシちゃんは、年になってから、ちょっと、この表面じゃなくて中の毛がうまく抜け替わらなくなっちゃって、なんか玉になることが多くなったね。あと爪もなんか伸び方が変になったり、やっぱりおばあちゃんになったなと思います。よしよし。はい、来ね。はい、行くからね。はい、行こう行こう。もうね、ブラッシング嫌いなんだよね。ね。で、嫌いなんだよね。偉いね。よしよし。よしよし。ねえ、早く出た。早く出た。わしわ、わしわしわ。あらららら。あらららら。待て待て待て。まだまだ。まだもうちょっとでしょ？ね。反対側もやらせてよ。うん、うん、うん。それできない。向こう向いて。向こう向いてください。向こう向いてください。これがいいかな。よしよし。
えらいね、バシリちゃん。19歳。ね。19年も。でも病気なんだよね、バシちゃんは。バシリちゃんは、病気がいっぱいです。おばあちゃんだから。おばあちゃんだからじゃないか。あー、嬉しいね、バシちゃん。ハートいっぱいくれたよ。バシちゃん、おめでとうのハートだよ。よかったね。だって19歳だもんね、バーシャリー。19歳ですよ。20歳の記念と思ったけど、あなた病気だからさ、20歳の記念がわかんないじゃない。嫌だけど、ね。ね。36歳ぐらいまで生きてほしいけど、わかんないでしょ？ね。だから19歳でもすごいんだよ。ティファニーだ、ティファニー。知ってる？バーシャリー。ティファニーあげないと、19歳。知ってるそれ。いるの？いやいや。あ、こっちやだ、こっちやだけどやんの。ね。はい。おい。はい。気持ちいい。あ、フォロー、ぜひしてください。ありがとうございます。パシリちゃんフォローしてくれるって。じゃあ、パシリちゃん、自分でなんか放送したら、また。これ使って。そろそろできる気がするんだよね。日本語はもうわかんもんね。パシリね。ヒアリングは大したもんです。日本語の。もうさすが、19年聞いてるから。ね。さすがだよね。大体わかんもんね。よいしょ。よいしょ。よし、反対側して。反対側やろ。こっち側やろ。いつもこっちばっかり。反対向いてくれ。反対こっちこっちこっち。お、お、ゾウじゃなくて。こっちをやったからこっち側だ。そう、こっち側。どうぞ。おい、すいませんね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。ねえ、パシちゃん、偉いねー。はい。よし。おー、すごいな。下の毛のね。すごいね。春だからそろそろまたいっぱい抜け替わるかな。パシちゃん。やだ、しないで。いやでもやりますよ。ね。おしり。おしりの毛系、すごいね。ん？よし。気持ちいいでしょ？ね。ごめんね、一日落ちなくてね。いつもか。今月いっぱいいるじゃん。引きこもるって決めたから、あなたとか。パシちゃんおめでとう。あ、ヨコちゃんおめでとうって。ありがとうございます。ねえ、ありがとうって。よし。お、これ、痛い？ここ痛いね。痛いけど取るよ。あ、出たらー。この塊がかわいそう。昔はなかったよね、こういうのね。おばあちゃんになってるんだなー。でも、この子はすごいんです。19年前から、一日も可愛くない日がないの。ほやばか。ねえ、パシちゃん、それすごくない？だって。人間つうの飽きるんだよ、普通。でもさ、ペットは飽きないよね。すごいね。あなたすごいわね。すごいわね。うん、偉いね。はい。休憩してからご飯食べようね。ねえ、朝の薬の時間からちょっと朝ご飯遅かったから。もうちょっと待ってね。ご飯までね。よし。あ、ペットだ。おぉ。気持
日ここ。ほいほい。偉いね。どうしたの？猫にやらせるじゃん。ここだ。ここ痛い。あ、いっぱい取るのか。かわいそうに。よいしょ。よいしょ。ねえ、あら美人になってきた、ほら。あら美人になってきた。あら美人になってきた。いい、いい、いい。いい、かわいいね。そんなかわいかったねえ。なんで毎日かわいいの？けんちゃん。すごいね。ねえ。ん？微妙な顔してんの？うん。どうして？どうして微妙な顔すんの？うん。よいしょ。じゃあちょっと、おお、もうちょっとやらして。切れないんだけどね。ファミネーターでやると。もうちょっとやらして。ああ、このまま塊が。切れないんだよ、ファミネーター。でもやりたい。でもやりすぎて昔ハゲさせちゃったから、気をつけまーす。ねえ。え、あ、うん、かわいいです。かわいがってるのわかるって、ばいみちゃん。ふふふ、嬉しいね。うん。あ、ありがとうございます。あららら、あらら。これは、うん、ハート、ハート、嬉しいね。いいね、みたいなやつなんだろうね、きっとこのハートね。嬉しいね。よいしょ。はい。すごいね。これでなんか、パセリがもう一匹作れそう。パシちゃんの抜け毛で。おいおいよ。いい感じよ、わしは。いい感じ、いい感じ。こういう感じよ。キリがないけど、またやりたい。おいしょ。おいしょ。失敗やだね。でもやるよ。ここが一番取れんだから。これ一番なんかたまんだよ、ここ。なんかしないけど。ほら。毎日こんなに取れんだよ、ここ。どうしてここ毎日やるの？剥げないの？なんで？よし、じゃあファミネーターじゃなくてこっちでやろう。うん。気持ちいいね。はいはいはい。はいはいはい。よしじゃん。よしじゃん、今日のご飯ごちそうなんだぜ。お正月食べたやつ。待ってきて。ねえ。よいしょ。本当は、パセリちゃんは腎臓が悪いので、腎臓のご飯を食べないといけないんですけど、まずいので食べないんですよ。で、この人頑固だから、絶対に食べないでどんどん痩せちゃうので、お医者さんに、であればって言って、普通のご飯をあげていいように言われてるんですけど。その代わり、なんか、その、毒素を吸着するような吸着剤と一緒にあげなくちゃいけなくて、それ以外の病気の薬もあるから、結局一日なんか3回か4回ぐらいにご飯分けてあげないといけなくてですね、なかなか大変、介護は。ねえ、嘘だよ。あー気持ちいい。あ、映ってない、顔が映ってない、可愛い顔が映ってない。はい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 、あー気持ちいいね、あー気持ちいい気持ちいい、おーふい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 、気持ちいいね、はいはい、あーいいっすか、わしちゃん、なんかにゃんとも何にも言わない、さっきまでギャン泣きしてたのに、どうしたの、うん、急に泣かないの、よし、今日こんなもんにしてっか。ね、こんなにしてっか。ん？今日こんなもんでいい？こんなにしとく？よし、うわ、すごい。うわ、パセリ玉、いっぱいできた。パセリ玉、今日のパセリ玉。いっぱい。よいしょ。よいしょ。ちょっと待ってね。
ちょっと拭かして。うん。シャンプーシャンプー。はい、今日も綺麗でした。はい。お耳はどう？うん。なんかね、お耳が、すごいね。セイジ君ともう一匹いたんですけど、お耳がね、セイジ君がいなくなってからすごい汚れるようになって、やっぱセイちゃんが毎日舐めてくれてたんだなと、ちょっと寂しくなったりします。ね、はいはい、行こう行こう。うん。うん。はい。じゃあ行こう。ん？リータ、はいはい。微妙な顔してんの？大丈夫？大丈夫。はい。はいはい。はい、よし。はい、綺麗になりました。はい、美人できた。美人ができた。よいしょ。よし、じゃあ、パシちゃんパシちゃんパシちゃん、あなたの好きなスリッパ、はい。どうぞ。パシちゃん、綺麗でしょ？うん。じゃあ、パシリちゃん、改めまして。お誕生日おめでとう。行くわ。パシちゃんに今日プレゼント買ってきたの。ね、見る？見ない？見ないの？見て。プレゼント見て。水飲みたい？ねえ、ねえ、まいちゃん。お水飲みたい？先生、お水飲みます？水持ってきますんで、ちょっとここ行ってもらっていいですか？まいちゃん、そう、映ってるとか言ってほしいです。今日ここで飲みまして。わかりました。すぐ持ってきます。あ、いい、おじょ、あすいません。パシちゃん、パシちゃん、はいはい。わかったもん、これでご飯あげるから。パシリちゃん、パシリちゃん。おいで。パシちゃん、ほら、ご具材はまずいわ。ね？うん。よいしょ。はいはい。じゃあ、お水飲んでてくださいな。はい。いいの？うん。すっげえ体勢きつい。すっげえ体勢きつい。姫、体勢きついっす。いいっすか。ちょっとご飯早いんだよなぁ。あと15分ぐらい待ってる？ねえ。朝7時半だったから。おじょ、はい。バイバイちゃん。はい、じゃあ、プレゼント。プレゼントあげますから、ちょっと僕行って。はい。まず1個目。爪とぎ。新しいやつ。あ、興味ないの？ちょ、リアクション。これもほら、新しい爪とぎ。はいはい。また飛びはもうダメなのよ、おばあちゃんだから。何も反応しない。はい、パシリちゃん。はいはい。いかない。パシリ。パシリちゃん、自分の毛玉がいいから。はい、パシちゃん、ほら。パシリ、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 パシリ。あれ？パシちゃん！ねえ！パシちゃん！パシちゃん！パシリちゃん！パシちゃん！あ、水飲みきただけ？ちょっと。ほら、パシちゃん！おいしょー！はい、ガリガリきてー！パシちゃん、俺ガリガリするとこ。いつものガリガリの新しいやつ。この形初めてでしょ？どうこれ。あんまりなの？もう一つあるの？もう一つある。これもしょ、ほら、これ。おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ。見てくんない。
分かった、組み立てますじゃあ。でもね、年取ってから確かに遊ばないんだよね。なんか動くもの興味ないみたいで。だからね、でもちょっとは遊んでほしいんだけどな。なんでね。はじり、はじりちゃん。それもおもちゃを作ってあげるか待ってて。入れて。土台。で、ね。もうこういうの超苦手なんだよ。なんだ。台座に足を引っ掛けるように当てます。足？あ、これ、え、違うのかな？こちらの、あ、ん？これどうなるの？こういうこと？お、こういうことだ。もうなんか説明書読むの嫌いだよね。とりあえず。だからなんか iPhone とか説明書読まなくていいからすごいいいなと思った。これだ、こだわ、多分。こだわ。よし。よし。スイッチ。下、先、こちこちこち、そうそうそう、そう、根元じゃない、カイちゃん、どうしてあなたいつも根元を見てしまうの？これほらほら、マジ？早い、ほら、あら、あら、あ？走り、走り。ほら、虫さん大好きじゃん。うちに入ってくるとすごい遊ぼうとするじゃない。あ、今ちょうどスマホの後ろに隠れております。だだ、入っちゃダメこれね。えどうすればいいの？あなたがこれを遊んでくれないと。ママこれ一人で遊べない。まいちゃん、どうすればいいのこれ。確かに微妙っちゃ微妙な。フライングバタフライ電動な、うん、まあ微妙っちゃ微妙だったかな。パシちゃん、でもう一つある。パシリちゃん、パシリちゃん、あ、取れてる。パシリちゃん、パシちゃん、はい、出しきれちゃん、黄色にしたよ、今日は。ふいちゃん、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 待って倒しちゃった。フイちゃん、あ、逃げ、早い動き、ごめんね。おばあちゃんなんか見えないんだよね。ゆっくり動くと大丈夫かな。パシリちゃん、パシちゃん、パシリ、
今年の誕生日プレゼントも喜んでもらえなかった。ああ、年々おもちゃはダメだな。あの、猫グッズを開発してる人に、ぜひ、おばあちゃん猫も喜ぶおもちゃを開発していただきたいですね。パシリ、パシリちゃん、ほら、お水こっちだよ。パシリ、パシリ。おばあちゃんだかんだ昔は超遊んだんだよね。せいじくんと乗り合ってたんだけどな。おやすみちゃん。おいしちゃん。ん？ん？おいしちゃんのお誕生日なんだから、こっち来ないと。ん？おいしちゃん。おいしりちゃん。ご飯食べる？ねえ、パシリちゃん。豆食べる？ご飯食べる？ご飯食べる？パシリちゃん。ん？ご飯食べる？今日は、パシリちゃんのご飯は、これこれ、ほら。じゃーん。今日の、パシリちゃんのお誕生日のご飯。お正月も食べたやつ、これをあげたいと思います。じゃあパシャ、ほらこれ食べよう、おいで、ほらほらほら、おいで、パシャリ、パシャ、パシャちゃん、ほらパシャリちゃん、ほらおいで、パシャ、パシャ、パシャ、ご飯も、パシャちゃん、パシリ、あー、パシリ、ほら、なんかかわいいかまぼこ。パシリ、かまぼこかわいいよ。ねえ、ほら。見て、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 見れる？あ、見える、見えない、見えない、こぼれそう。かまぼこが鼻の形なの。お、来た、来たけど、ちょっと待って。ちょっと待って、ステイ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 。ちょっと待って、今。ね、すぐあげるからね。お薬まじないと。ポイちゃんの奥。うん。うんうん、あげる。ちょっと待って。はいはい。今あげるかな。ほぐさないとあなた食べれないでしょ。ポイちゃん待って。あ、いいよ、いい位置にいるじゃん。うん。おぉ、わかってるじゃん。ちょっと待ってね。うん。半分ぐらいにしようか。待っててね、こうやってね、ご主人のお薬混ぜないといけないでしょ、ね、はい、えらいね、待ってんの、えらいね、崩したの。どうぞ、お誕生日おめでとう。うううう、ちょっとこっち見て。皆さんにお食事を見ていただいたら、近いわ。近い。近いわ。あ、おいしいね。おいしいね。あ、おいしい、おいしい。なんかすごい動画が。よいしょ。はい。ういー、おいしいねー。あ、おいしいです。おいしいです、おいしいです。わー、ばあちゃん、よかったねー、あてぱーい。へへへへ、おいしいねー。
美味しい美味しい。美味しいね。よかったね。お誕生日おめでとう。19歳。まだ普通にご飯、ちょっと細かくすれば、普通のご飯食べます。ね。でもやっぱ18歳以上用とかの方が食べやすいみたい。ね、美味しいね。美味しい。美味しいね。よかったね。ちょっと、お願いします。いいですか？いいですか？大丈夫ですか？これ。おばあちゃん、決めさせしようよ。あれ、いや、これパセリの、パセリが嫌がって思って、よいしょ、パシャ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 、おめでとう。よいしょ、あざーす。ありがとうございます。ありがとうございます。今、お撮影もします。スマホこっちで撮られちゃってるからさ、売れないじゃん。よいしょ、おいしいの。おいしいね。ちょっと待って、なんで端にやっちゃうんだね、あんたね、はい、全部食べてよ。おいしいですか、まいちゃん。おいしいね。おいしいおいしい。ね、うん、おお、すごいすごい、いっぱい食べたね。大丈夫？一気に食べて大丈夫ですか？おお、どうですか、おばあちゃん。おいしい。おいしいの伝わってくれてよかったね。少し。いいね、よかったね。全部食べた、わしちゃん。わしちゃん。全部食べた。まだあるよ。食べれる？食べる？まだあるよ。おう。食べます？いけそう？いくかい？いっとく？よし。じゃあおかわり。食べましょう。お薬の食べたね。はいはい。はいはいはい。おう、あるよあるよ、うん。でも、全部はね、ちょっと多いから。ちょっとずつね。はいはいはい、はい、美味しいね。うん。大きい塊だけど。美味しい。あら、味濃そうだけど大丈夫？おじりちゃん。はい。よし。はい、お嬢様、お水も止め、なんか、すきこぼしてるけど。お嬢様。ね、元気でありがたいね、パシちゃんね。よいしょ。おいしいね。うん、おいしい？おいしいって。よいしょ。
美味しい美味しい。めっちゃ美味しい美味しい。早っ。美味しいね。よいしょ。美味しい美味しい。よいしょ。はーい、ちょちょ。お水もどうぞ。お水もありますからね。あー、おいしょ。おいしょ。あー、出る出る出ちゃう出ちゃう。いいね。うん。食べたら向こう行っちゃう気がするんだけどなぁ。あじきちゃん。行かないで。ねえ、行かないで。バシちゃん。バシちゃん、おいしい？じゃあ、おいしそうに食べてるねって。おいしいわね。うん、おいしいね。うん、おいしいおいしい。口ついてるよ。うん。おいしいね。あ、塊食べるの疲れちゃったの？ん？ガチョウ。あれだよ。わかったわかった。ちょっと大きかった？よいしょ。おっとおっとおっと。食べてるつかほとんどこぼして。もういいのか。ごちそうさま。ごちそうさま。はい。ごちそうさまだそうです。よいしょー。ほんと？うちの姫ちゃんよ、猫ちゃんより、食欲旺盛。あら。そうなんですよ。波があるけどね、甲状腺機能亢進症なんです。すっごい食べるとき食べるの。ね、よいしょ。じゃあ、はいはい。はい、じゃあもういいの？ごちそうさま。ごちそうさまだそうです。じゃあちょっと、うちの、もう、お一方を、ご紹介したいと思います。あれ？はい。せいじくんです。せいじくんは、パセリちゃんと同じ年。ただ6月生まれなんで、ちょっと2ヶ月ぐらいパセリちゃんより弟分だったんですけど、19年前に、私、パセリちゃんと2人で、私の家に来てくれました。なんですが、2年前にね、この子も頑張って17歳直前まで来てくれたんですけど、亡くなっちゃったんですが、ひじくん。今日は、かちゃん、19歳になったよ。ねえ、せいじくんも泣いたかったね。でも頑張ってくれたもんね。頑張ってくれました、せいじくんもね。うん、よしよし。かちゃんのこともよろしく頼むよ。ね。君の分まで、もうちょっと頑張ってもらって。お願い。ね。よし。そう、これが、初めて、パセリとセージと、あった。出会った日の写真です。ちっちゃいでしょ、パシちゃんもセージか。ちょうどね、ブランチ、王様のブランチをやってる頃にいただいたんですけど、保護猫ちゃんで、いただいたんですけど、まあでも生後半年、パセリで半年過ぎてたから、あ、半年ぐらいだったから、まあもう子猫だけど大きかったですけどね。でも可愛い。あ、おばあちゃん
じで写真好きだったんで、わしちゃんとせいじくんとの写真が飾ってあったりしますね。え、かわいかったね。ちっちゃい時もかわいいな、ね、かわいいですね。ちっちゃいでしょ。そう、ありがとう。ちっちゃいの。パシリちゃん、パシャン、パシリ、トイレタイムかしらね、そう、なんかよいしょ。そうなんですよ、あの猫とか犬は子供の時から飼っ、あい、どうした、飼っていたので、一人で住んでもパシちゃんたちの前にちょっとメガレンジャーをやる前に、あの実家で子猫が生まれたので、そのうちの1匹をもらって都内で一人暮らしの時に飼って、飼いたいっつって一緒に暮らしてたんですけど、メガレンジャーは決まってほとんど家に入れなくなるってなって、毎週毎週横浜のその実家には帰って兄弟たちに会わせてたんですけど、猫ちゃんを、あの兄弟たちと一緒の方が寂しくないくていいんじゃないっていうことで、その子はね3ヶ月、4ヶ月ぐらいしか一緒に住まないで実家に戻しちゃったんですけど、でその後メガレンジャー終わってブランチ始まって、ブランチも忙しかったんですけど、やっぱちょっと私が一人が辛くて、一人暮らしがなかなか慣れなくて、うん、その時ちょうどあの保護団体さんが知ってるよっていう人から、まあ、いただける、まあ、経緯があって、でタセちゃん2匹、絶対2匹がいいって言って、あの、例え飼いがしたいのでって言って、まあ、相性がいいような2人をということでいただいてきて、うん、あの、ご縁があって、パセリちゃんとセイジ君と暮らすことになったんですけどね。だから、忙しい時は全然構ってあげれなかったし、それこそ海外ロケとかでね、1週間とか、沖縄ロケとかで映画とかだと本当長い期間いなくて、シッターさんみたいのでお願いしたり病院に預けたりっていうの平気でしちゃってたんですけど、もう今は絶対できないですこのキャラを思えばね。パシリちゃんごめんね、いっぱい我慢してくれたんだよね若い時ね。なので今はもう病気だしね、パシリちゃんもセイジ君もそうですけど、なのでなるべく、うん、若い時の寂しいのをすごい救ってくれたし、なんだろう、なんだ、私からこう愛情いっぱい引き出してくれた子たちなんで、恩返ししたいから、あの自分のことよりもまずは、変な話ですけどパシーちゃん、セイジ君といてあげるたいなと思って、ここ数年は引きこもって暮らしたいなと思ってるんですけど、なかなかね今仕事しないといけない、ご飯食べれないからあれなんですけど、まあまあまあ今はね、あの、そうさせてもらってます、うん、だからセイジ君もちゃんと見取ることができたので、あのパセリちゃんを一人では絶対それだけはしたくないなと思ってますが、いやしません、ね、パシリちゃんほらおいでよ、おいで、よいしょ、おっ、ほら、あ、もう、もう44分も、ちょっとごめんなさい、これ1時間なんだっけ、1時間なんじゃない、パシリちゃん、見て見て見て、パシリちゃんこれほら顔見せて、パシリおいで、おいで、うん、いいと思います。ありがとうございます。うん。よいしょ、来た。あら。近くね？近くね、パシちゃん。はい。近い、お顔見せてって。パシちゃん。どうじゃなくて、お顔見せて。お顔じゃん。あー、やだ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 。よいしょ、なんでしょ、ほら。いいね、これ。
うっぷっつった。ごめんなさい。大丈夫ですか？これいいね、パシーちゃん。いい思い出ビデオだね。ん？別に？ママだけ嬉しいの。ねえ。これいいんじゃない？これ。思い出ビデオじゃん。ここ保存できないのかな？ね。あ、いっちゃうんですか？いっちゃうんですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、いかせてくださいね。よいしょ。いやー、なんかすごい、こんな長くやる予定もなかったんですが、まさかの45分。すいません、お付き合いいただいて皆さんありがとうございます。ねえ、パシちゃんおめでとういっぱい。ありがとうって。嬉しいね。嬉しいね。パシちゃん。ちょっとね、パシリちゃんとセイジ君と一緒の絵を描いていただいた徳さんに、パシリちゃんとセイジ君だけの、ね、絵を今度はお願いして描いていただきたいなと思ってて、それがね、パシちゃんの一番のプレゼントにしたいな。ていうか、まあ、私が欲しいのか。ひひ、そうだね。ごめんね。ね。ああ、気持ちいいね。かわいいね。すごいね、パシちゃんね。あ、そっち見ちゃうと顔落ちんないよ。おいちょ、おいちょ、はい。うん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 。ね、これ大好きね。大好きじゃん。うん。嬉しいね。じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ね。うん。よいしょ、読みますよ。よいしょ。なんか、いいね。もう来た。おぉ、来た。おぉ、来た。おぉ、来た。来た。ん？エンディング？エンディングに向かうの？ね。行きましょう。せっかく来たの。終わりだって。ありがとう。あの、良かれと思ってやってくれてるんだよね。あなたの舌はね、ザラザラで、ちょっと痛いんですけど、痛い、頑張りたい。痛い、ありがとう。うん。ねえ、はい。もう眠いんでしょうね。うん。パシーちゃん、顔をこう舐めてくるので、家帰ったらすぐファンデーションをこう落とさないとですね、毒でしょう。だから、どうして噛むの？食べる気？食べる気なの？いつか。ん？いつか食べちゃうの？大ちゃん。ね、そう。なんで、顔舐められるので。ファンデーション塗れないんですよ。あなたといるときは。ん？バイバイする？バイバイするかな？ね。今日は、おじいちゃんの19歳のお誕生日。皆さんお祝いしてくれてありがとうございました。おじいちゃんだんだんちょっと眠くなってきたみたいなんで。
念にさせてあげたいと思います。本当に今日はありがとうございましたね、ばいちゃん、ありがとうって、ごめん、ありがとうって言っております。それでは皆様、いってよい良い週末の夜をお過ごしください。では長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。またがあるかな、またね、バイバーイ、バイ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 